何来たの？はい。もうすぐ飛ぶなよ。一緒に飛んだ。はい、行きます。そう、平井さん、いいなーって、こだわりがすごいから、はい、修行してみたいなーって。どんだけ手伝ってます？出れるの？出れる方？出る。あ？じゃあ今切りつけて降りてくる。切りなんかつけに入って覚える。あ、その待って一分の一緒にちょっと。はい、帰っちゃう。はい。な。よ。次は本当。お疲れ。お疲れです。お疲れです。何来たの？はい。もうすぐ飛ぶなよ。飛ばない。あ、ちょっと真ん中立っちゃう。はい。YouTube 撮った？あ、はい、行きます。そう。何歳？マスク？あ、22です。あ？22です。お、イケメンだ。お、爽やか。お、爽やかだな。はい。お、いいじゃん。なんで？はい。なんで？もともと塗装の経験あるの？はい、1年ほど。もう顔、怪我どうしたの？な、これ事故。感謝？いや、バイク、まあ、感謝じゃないですけど、バイク。バイクね、原付きかなんか。はい。転ぶのか？転んだってことだね。僕はあります。僕はあります。どうやって車が右折してきて、うん、転んだっす。そうめちゃくちゃにしてきて、だいぶひどかったね。全然大丈夫。はい。なんで働きたいな？いや、なんかそのやっぱこだわりがすごかったんで、うん、ちょっと盗みたいな。あ、仕事へのこだわりが、はい、すごいな、この人は。ってあ、そうだった大丈夫です、あいつ全然こだわってないから、ターゲットがいいんじゃない？もうね、三重から通っとんか？あ、いや、オンダリックに引っ越してきてですね。なんでその、ナンバー三重じゃん？あ、まだ変えてないだけです。うん、だから1台行くらいじゃん。あ、でもいいんですけど、まあ、直接でもいいんですよ。え？直接でもいいって言ったの？直接だと、偉いな。いや、別に全然。なんで？免許持ってるんで。免許持ってる、ガソリン代とかかかるじゃん。まあ、そこはしゃあないです。うん、出しゃあない。まあ、バブンダウンだね。うん、1台で来いよ、できるだけ。なんか、直接じゃなくて。いや、お客さんとか2台止めたら、かっこ悪いじゃん。あ、住んどるとこはダメですよ。ん？住んどるとこはダメですよ。あ、ここ住んでない。ここ住んでないです。住んでないです。接産住んでない。住んでない。空き家。空き家は何人いるの？あ、あの、買い手は決まったんで。あー、そういうことな。あんまり見ろか、つって。なんで、どんだけ年取ってますか？あと、2で1年ぐらい。2で1年。あ、もともと2なんだ。もともと栃木です。栃木から三重行って、で、名古屋で、で、三重で塗装屋とさ、そうです。で、やめて、で、ちょっと寺西さん、いいなーってこだわりがすごいから、はい、ちょっと一回修行してみたいなーって。俺はこだわりがないって言った。いや、もともと塗り替え道場さんだけでもう入りたかったんで、うん、そこの中の、YouTube で寺西さんに聞かれたって感じ。俺の上にあの仕方もいや、もうあ、いや、完全なことで嘘、お前いいやつだな嘘、何ももうあっとあ、ちょっと汚れよ、ちゃんとちょっとちょっと、あ、ほんともうやめるよ、もうほんと YouTube が来てすぐやめるで、ね、なかったらやめやいいんだけど、別にちゃんと言ってやめてけよ、はい、うん、嫌だったら嫌だでやめやいいんだろうけど、言ってなんとな。で、どうなの、この何日か使って。あ、まあ思ったよりは仕込まれそうですね。あ、本当、うん、結構厳しいとか。まあ、そうですね。これだけばっか。そうですね。これだけばっか。まあ、22だから。で、自分で独立したいとかあるの。まあ、そうですね。それは。目標はどれぐらいなの？どれぐらい？何年、何歳までにやりたいなとか、そういうのあるか。30まで。31歳。何はできたらって感じですか？僕、それまでに何が必要なの？ヘルメットかぶってやらないんですよ、お前。社長になれるじゃん。仕事中、お前、ヘルメットかぶらんかんないのに。かぶらせん、お前、やり方で、お前、かぶらん、若い仕事みたいな。そんなぬるいやり方で、独立できるのか？そんな甘い世界なのかな、仕事の仕事は。どうなんだ？いや、違います。恥ずかしい。はい、緊張する。YouTube。これが、撮影かって感じ。そうですね。名前はなんて言うの？流星です。動画使っていいの？使わない。大丈夫です。リーちゃんにしようか。リーちゃん。リーちゃん。リーちゃん。リュウちゃん。爽やかリーちゃん。はい。まだ、まあ、3日4日ぐらいか。そうそう。何あれ、ヘルメット？お前のヘルメットは？あの、同乗のヘルメットがないので。
すごいやん、ね、バイトだから金かかるもん嫌だと思っとんだろあさし ここあるってたもんね、この次がその時に取りに行こうかなここどうするんだここはまあしょうがねえなもう怪我したらどうするんだこれもうちょっと責任を取れるのかやろうまあ、代わりのやつでもいいんだろうね。あ、代わりでネームが入ってないですけどね。寺口さん、YouTube で憧れてきたと、はい、どうですか実際3日間仕事してみて。いや、もう動画通りっていうか。おぉ、嘘。目の外ばっかりに。あ、それははい。嘘。どんどんもう一緒に。今日飽きんのかは昨日、一緒に昨日は休みか昼間休憩中にってことか。あ、そうメロンソーダなんてどこに売っとんの自動販売機売っとるいや、じゃあ、マックス嘘マックにメロンソーダなんかあるあ、クリームソーダあるんですよ嘘それ思ったはいあ、これがどこのやつだと思っていやいやすげーと思ったいやメロンソーダいったわーって子供しか飲まんと思ったと思ったさすがじゃないんすよなーと思った甘いもん好きなのが知っとったんであ、あ、これ結婚したのはいえ自分え結婚してるしますうそだ子供は子供はもうすぐなりますあマジであすごいやしっかりしとんな22で頑張らんかはい奥さんに手振るよ、はい、ねんちゃーんちょっと視聴者が分からないねんちゃーんって奥さんにねえ何言ってごらんいけるーって顔が見てるぞお前恥ずかしいでも塗装職人ってなんかこういう子多いな真面目だな最初はみんなこんなもんしっかりしてるな足場の職人とまたちょっと違う優しさがあるよな、うん、真面目そうだいいじゃん、うん、仕事なコツコツさっきにとっては一生懸命真面目にやってるけど、うん、それが一番いいんじゃないはいじゃあ今日はちょっと職人紹介になっちゃいましたけど、うん、また寺岸考え始めていきますのでぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いしますせーの、おーうまいやんわ見とったな、全然 YouTube 見とった何の動画が一番楽しかった塗装しか見ないですね足場とか見んの足場でよく刺激するやつとか見んのほぼ見ないですねあ本当の仕事の勉強になるやつだけ見て、はい、あもうドッキリとか社員辞めて社長が殴りましたとかそういうのはあ面白系見なきゃいけないちょこちょこ見るんですけど、うん足場とかはそんなにね、うん、あ、ほんとやっぱ塗装で自分で勉強で他の YouTuber とか見てるんだじゃん塗装のやつははいいろんな、うん、会社さんが出してるとかは見てます、ね、あ塗装の自分がもっとこうやって覚えたいと思ってはいすごいな熱心なおーいいことじゃんこうやってな今会社が来て三重で近かったの三重のとこだったの夏っすねそりゃだいぶ多くなるそうですね奥さんのこと何ますか、うん、今はもうドリックでしょああ一緒に連れてきるんだ、はい、で実家がみんな向こうなんだそうですおっさんのお前もあでも実家栃木ですああ栃木かなんで浪江で出会ってそうですね